百州武道具店の動画。こんにちは、百州武道具店のうがです。やってますか？コロナで稽古ができないですね。僕も同じです。だからって剣道をね全部ストップしちゃうのはもったいないですよね。僕が聞いたのはあるね中学校の部活動で、みんなね部員でグループラインやって、朝の6時半からねみんなで起こし合って素振りやってるそうです。ほとんどの人が何もやんない中、自分たちでこうやって行動して実際に動くっていうのは、この差はでかいよね。そんな中ね、今年の夏に久しぶりにねもう、こう感動するような話があったんで、聞いてほしくてビデオ撮ってます。よかったら聞いてください。本当にあった話です。きっと元気が出ると思います。A さんは中学3年の女の子。もう引退しましたが、3年最後の地区総体でのお話です。A さんのチームは、先輩は2年間誰一人いませんでした。同級生が4人だけ。公式戦では負けてばかり。これまで勝った経験が一度もありません。剣道指導できる専門の顧問の先生もいません。チーム内に小学生の時からの経験者もいません。全員中学から始めた子ばかりです。今日も面つけないとかよくあります。そもそも強くなりたいっていうわけでもありません。そういういわゆる普通の部活動でやってるレベルの子たちです。その地元の中学に外部指導に来てほしいと顧問の先生から連絡があり、早退までの9ヶ月間宇賀店長が見に行くことになりました。3年最後の早退の1週間前の休審査で事件が起こりました。 A さんは1級に一度落ちているので、今回は2回目です。周りの仲間は前に1級に合格しているので1人だけ受診しました。休審査の日、1級に受かりたいっていうよりもみんな先に受かってて1人だけ落ちているのが恥ずかしいと言ってました。審査の当日、 A さんの立ち合いを見て、普段よりも声も出てていいなと思ってました。でも結果は不合格でした。なんで私だけ？審査会場で A さんは泣き崩れました。翌日部活動にも来ないかなと私は思ってました。でも A さんは来ました。しかし涙が止まらず、どうしても稽古に参加できません。 A さんちょっとこっちおいで。 A さん昨日は辛かったかい？はい、もう剣道が嫌いになりました。そうか、よくわかった。今日はお休みして一回剣道から離れていいよ。早退は1週間後です。さあどうする？いいかい A さん、昇級審査では普段以上に頑張ってた。それでも落ちたんだからもうしょうがない。でも一発逆転する方法が一つだけ残っているよ。何ですか？来週の総体だ。そこで結果を出せば一発逆転ホームランだ。A さんは何も言わずにその日は静かに見学してました。そこから1週間後、 A さんの怒涛の快進撃が始まるとは私にも予想できませんでした。繰り返しますが、 A さんのチームは3年間公式戦で一度も勝った経験がありません。こんなチームです。先鋒、女子キャプテン、何でもできる、飲み込みが早く、負けん気も強い。次鋒、新入生の1年生、未経験者、剣道を始めてまだ2ヶ月。この子が入部したおかげで初めて5人揃って参加することができた。中堅、優しい子、打ちが弱くてずっと一本にならなかった。相手が打ってくるのも怖い。しかし後半の半年間にタイヤ打ちをやり続け、剣先が走る見事な面を打てるようになる。副将、一番上達が見込まれていたが、半年前に足の爪が剥がれる怪我をし、そこからほぼ稽古ができていない。大丈夫、もうあの頃の自分は超えてるよ。大将、 A さん、試合1週間前に1球に落ちて剣道嫌いになってる。それでも来た。自分に負けなかった。試合の直前、面をつけた状態でももういや、もういや、やりたくないって言ってる。こんな5人です。個性や技術、勝ちたい気持ちもみんな違う。そんな中、ついに総体が始まりました。総体の当日、地区大会とはいえ女子は全部で8校もあり、予選リーグと決勝トーナメントに分かれてて、優勝するためには全部で5回も団体戦を勝ち抜かなければいけません。初戦から強いところと当たります。楽な試合なんて一つもありません。他校は経験者も多く、一人一人の実力はどう見ても負けてます。団体戦は先鋒、中堅、大将あたりで勝負を決めたいけど、なかなか勝負がつかないことも多い。なので意外と次鋒、副将あたりを取りこぼさず1本取ることで、次の仲間につなげるチーム力が大事になっていきます。 A さんは大将、当然当たる相手はみんな強いです。でも A さんは耐え続けました。負けなかった。何も知らない人からはただ避けてるように見えたと思います。でもね、実は A さんは出花技をこの半年間ぐっと練習してきた。だから5本に1本ぐらいいいタイミングで打ち返す惜しい打ちもありました。当日はこれまで今まで一度も勝ったことのないチームや目標にしてきたチームにさえ僅差で勝ち続けました。そのままなんと A さんのチームは団体戦を5試合全部勝ち抜き、公式戦初勝利で初優勝を収めたのです。おめでとう。すごすぎて前日の男子の団体準優勝が霞むレベルです。個人戦なら勝てないけどチーム力なら勝てた。そのことが余計に仲間意識を強めたのだと思います。表彰式が終わり、保護者に迎えの連絡を入れます。
コロナの影響で結局保護者の方も試合を3年間一度も見ることができていません。会場の入り口で迎えに来たあるお母さんは言いました。ああ、すいません、うちの子また足引っ張りました。迎えを呼ぶ時間が早かったのでまたすぐ負けたのかと思って。え、お母さん聞いてないんですか？優勝ですよ、大活躍です、ひーって本当にひーって言いました。最後に会場の外で記念撮影をしている時にみんなに聞きました。今日楽しかった人、はーい、全員手を挙げてくれました。もちろん A さんも。 A さん、一発逆転ホームランできたね。はい。数日後、地元の新聞記事にはしっかり優勝と出てました。大会では他の学校の先生に言われました。宇賀先生、一体この短期間であの子たちにどんなマジックを使ったんですか？動画を見ている人で気になる人もいると思うので少しだけお話しすると、私が外部コーチで入った時、この中学校の剣道部は男女合わせて14人、経験者は2人だけ、残り9ヶ月、時間は限られてます。とても全部はできないと思いました。その中で最大限の結果を出してあげたい。そのためにできないこと、悪い癖を全部直すこと、いろんな応じ技や返し技、剣道を無理やり好きにさせること、本人の性格を変えること、部の雰囲気を強制的に変えること、常にやる気を出させることは全部諦めて、できること2つだけ。1つ目は打ちを強くすること、基本打ちや手と足を合わせること、タイヤ打ち。そして2つ目は打つタイミングを覚えさせること、先に一歩攻めて出花技。この2つだけみんなと一生懸命やりました。結果、試合を見てみると5人が5人とも先に一歩入って、相手が打ってくるタイミングでもう出花面を打ちに行ってます。当日5試合で取った22本のうちなんと20本を面で決めました。本人たちが頑張った結果です。いかがでした？最後ちょっとね、ごめんなさい、生意気な感じになっちゃったんですけども、僕も受け売りです。先生に教えてもらったこと、それもまま剣道ってね、不思議なもんで、みんなね、それぞれ成長するスピードとか上手になるタイミングって違うんですよ。だから急にやる気スイッチが入るなんて、これザラです。今日のビデオみたいにね、大会の1週間前に1球落ちちゃった女の子が翌週に優勝したりとか、小学校の時にあんまり強くなかった子が中学に入って急に強くなったりとか、中学の2年生から剣道を始めた女の子が高校でインターハイ行ったりとか、剣道続けてればね、いろいろあるんですよ。コロナで稽古ができない人も多いと思うんですけども、どうかこの稽古ができない間も剣道とつながって剣道楽しんでください。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるでしょう。ホームページが新しくなりました。剣道具の選び方の動画が100本以上あったり、かっこいい剣道具のウェブシミュレーションができたりします。無料カタログもこちらからプレゼントしています。ぜひ遊びに来てください。